します。現地の映像です。ご覧ください。ついに彼らが帰ってきたのです。地球に降りたマザーシップ船団は一隻ずつに分かれ、世界の主要都市へと進行を開始しました。地球が人類のものではなくなろうとしています。巨大生物を撒き散らし、
あとは待っているだけで地球の汚染は進む。フォーリナーは急ぐ必要がなかったのかもしれない。十分に休息を取り、準備を整えてから舞い戻ってくればいい。その頃には地球は巨大生物に覆われている。Let's go!